師匠、はい、ありましたよ、いいのが。何ですかいな。師匠が好きそうなのありました。お願いします。はい、お願いします。ドーン。蓮舫氏参院選出馬表明の辻元清美氏にエール。共にサーレン戦う。ご勝手に。まあ、エール送っとけや。共にさらに戦う。共闘やな。戦う好きやな。何と戦ってんねんお前らは。あれか、あれやろ。海の向こうの、はい、あの国のためになるように戦うんやろ。海の向こうの北のあの国とかさ、うん、のために共に戦うんやもんな、お前らはな。日本と戦うんやもんな。日本という国と戦うんやもんな、お前らは。そうやってな、日本という国を、うん、お前らのご主人である真の黒幕であるあの人とかあの人とかに売り渡すために共に戦うんやもんな。頑張ってくれや。バレてるぞ。そんなことはバレてるぞ。ほんでさ、辻元清美ちゃんねんけどさ、やっぱり黙ってられん、はい、黙っといてほしいねんけどな。全国の皆さんの声を国政に届けたい。やっぱり黙ってられん。やって黙っとけよ、もう。お前はよ、落ちたんやから。この前厚かましいんちゃうかと思ったが、厚かましいね。落ちたんでしょうか、お前。この前の選挙でいいらない言われたんでしょうが、やっぱこれからは維新だよねって言う高槻市民にそう言われたんでしょうが、あなた。厚かましいんちゃうかと思ったが、これで、うん、これでな、まだな、まあ、参院選出るのはええとして、うん、選挙区で出て、うん、リベンジとか言って、うん、受かったんやったら、まあなーって、まあなーって思うけど、しゃあないかなーって。やっぱ高槻市民はなーって思うだけやけどさ、でもそれがそれこそ高槻市民の、高槻市民だけではないんやけど、うん、まあほぼ高槻市民の民意なんやなっていうのは、もうそこはもう俺もな、言ってもしょうがないよな、なんやねんとは思うけど、しょうがないけど、それは比例区でしょ。次比例代表で出るんでしょ。比例代表ないで出るんか知らんけど、ないとかあんまり関係ないか、参院選の場合は。あの、指名で比例区に投票できるからな、参院選は。あ、そうなんだ。例えば、大阪の人やんか、この人。うん、だから、ちゅうかもう、大阪もクソもなくなるから、比例区やったら、辻元、うん、比例区に、その、例えば東京の人が選挙区のなんとかさんを、うん、に入れて、うん、選挙区ではなんとかさんに入れて、比例区では辻元清美って書けるね、参議院選では、うん、衆議院選は党の名前しか書けへんけどな、比例代表には、うん、ねえ、辻元清美って書けば、うん、受かっちゃうからね、東京の人が。うん、比例区やったら可能性上がってまうわな。泥船の立憲民主党とはいえ、まあ、つかましいやってしもたら勝ちや思ってんやろな。実際そうやしの。だから比例区なんてやめたらいいのにな。ほんまによー。そうしようしね。ほんまにな。あの石原慎太郎とかさ、はい、そのこっち辻元清美を応援してそうな人にボロッカス叩かれてるやん。うん、ほんで、ほんま思うんやけどな、その、あれやからな、辻元清美は犯罪者やからな、紛れも逮捕されて、実刑は受けへんだけどさ、さっき調べたんやけど、うん、執行猶予にはなったものの、うん、有罪
判決受けた犯罪者から紛れもなくなあ そっちを応援して石原慎太郎に関してはプロカスって言うというかよく分からへんだけどなその、うん、犯罪者やからそらなもう生きる権利はないとか言うつもりはないけどよ、うん、なんかでさ、まあ、この前昨日か石原さんの動画出したけどよ、うん、まさに発言とか問題発言と思われるもんはいっぱいあるにせよ実績もあるわけじゃんいっぱい、うん、石原慎太郎は、うん、辻元清美ってないと思うんだけど特になんかだから横領して捕まっただけやろ実績といえばさそれぐらいやろ意味が分からへんねんけどそっちを応援する方意味が分からへんねんけど、まあ、なんせ落ちたんやからこの前の選挙で落ちっぱなしでいてほしかったんやろなほんでさ、なんかいっぱいテレビ出てんやろテレビ見えへんから知らんけど。今いっぱい出てんやろコメンテーターとしてさ。主に TBS とかに出てんやろ汚くね、それ。なんかもうな、今のうちにいっぱい出といて、まあ露出して、辻元清美さん、コメンテーターの辻元清美さんでーすというとか出しといて、ほんでさ、そしたら一応さ、なんも考えてへん、テレビ好きな層はさ、うん、あなんか辻元さんって、なんかちょっと馴染みができるわけやん。うん、言ったらタレント議員みたいなもんになるわけでさ、うん、それで参議院選やろ、うん、卑怯じゃね卑怯というか、ああ、そういうことかなーって思わへん。うん、ああ、なんか肩入れしてんのねーって。やっぱり今のテレビってこういうやつに肩入れしてんじゃねえっていう気がすんのは俺だけかな以上です。はーい。